はい、ここにね、東野倉古墳の地図はないかね、今どこかね。ちょっとこの地図で分かりにくいな、これ。今、東野倉古墳に行ったんやろ。西野倉古墳。これかね。どこ、早口あんだろうな。前じゃないよな、やっぱ反対側やね。あれ、どうもあの看板、変やけど。あの裏が南からね、南の方に開口してるのほとんどやから、反対側やろ。先ほどは東に乗り越え古墳に行って、あの西にね、西に案内してくれたけど、行きまへんか。柿でございます、これ。残念やね、これ。どっか行くとこないの。これはなんか古墳みたいな感じやけどね、これね。これは道はおまへんわ。残念。どこに道あるんよ。あれ、なんか道あるそうやけどね。お地蔵様がこの辺にいらっしゃるんだけど、どこや。ああ、これやね、お地蔵様。はい、このことよな、お地蔵様。あれ、悪くんちゃうかな。はい、ありがとうございます。ちゃんと花飾ってあります。あれも古墳ちゃうの、あれね、どう見ても。英墳でございますからね。ああ、だいぶ近づいてまいりましたが、さあ、どっか入るとこあるかね。こうやって見ると、こう手前がやっぱりこういうふうやろうね、高さからいって。さあ、どこ行きましょうか。右方向です。これ右行けちゃうの。なんとか感じが、これいけちゅうの。なるほどね、おそらくあの下の道からこう来るから、あっちに誘導したんちゃうかな。そういうことか。無断で取らないでください。これやな、これを見ないってんねんな。はい、この道をちょっと上がってみましょう。取るな、取るな、取るな。前にちゃんと管理しなはれ、お兄さん。もう全然あかんやん、これ。竹だらけじゃないですか。さて、これどうやって行くんだ。入ってきましたけど、うわ、竹林になってますわ。開口するならこっち側だけどね、見えたらんね。いやー、時間かかりました、ここまで。40、50分かかってます。はい、ありがとうございます。さあ、入れるか。入れないか。残念でございました。前方後円墳ではなかなかね、石碑されるとこ少ないんでね、崩れたんかな、これ。はい、失礼します。えらいことになってんね、これ。天理教の方がね、ちょっと失礼します。はい、失礼します。いやー、見れんか、ここまで見えないな。おお、かなり大きい光ってるね。残念やけど、ね、入られんからね。あーと、見れたけどね。せっかく見れないか、これ。真っ暗いか。残念か。まあ、ここまで書いてあったらちょっと入られんな。立ち入り禁止で。はい。
はい、ありがとうございます。これ、ね、立ち入り禁止でございます。よく崩れたのかね、これ。これ、タケノコ出てんの、これ。ちゃうんか、びっくりした、タケノコの方で。タケノコじゃなかったやつ。はい、観音さんも。はい、ありがとうございます。ちょっとね、下よ回ってみようか。ここでせっかく来たんだからね、回ってみよう。禁止でございます。はい、ありがとうございました。こちら歩いてみよう。方分の方ね、ちょっと行ってみましょう。ここ一番、方分の一番端かね。これなんだこれ。グラウンドがあるね。黄金の橋だけど歩かれへんのかこれ。沢は大きくないけどこれ。横幅が見当たらへんな。入ってんのか。ちょっと上がってみよう。全長が100メートル未満やろね。高さ高いね、これ10メートル以上あるかもしれんな、これ。10メートル近くあるね。はい、こちらの方が、方分の方の、頂上でございます。分かりました。そしてまっすぐ行こうか。公園分の方にね、歩くようになってますが、10メーター程度ありますわ。いやー、ほら真下の車止めとんだけどね、歩いて10分ぐらいかかってます。ここに直線やったら本当に100メーターもないぐらいやけど、これ降りられへんから無理やな。無理でございます。やめておきましょう。はい、これが公園部です。ああ、穴が開いてるけど、穴が開いてるけど、なんだ、天井石とか見られへんか。これ見れんな、天井石は。だからね、こっちに開口してるんだ。ここにはだいぶ深いね、これ。ここからこうやから、相当深いの、ここからやったらね、下が掘るんやったら。これは降りることできんな、これは。降りれんやろ。これは、降りれんね。危ないね。はい、見ることできました。納得しました。納得の古墳でございました。ヒノキかね。ヒノキと竹と。これあと4、5年ほっとくとね、もう竹だらけで、もう見えんぐらい竹が、ね、群集しますからね。だいぶ切っても春みたいやけど、まだまだ竹出てきてます、これ。この辺もヒノキかね。ヒノキ、ヒノキ、ヒノキ、竹。ヒノキ、ヒノキと竹。どっから降りたんだ？どっから降りる？こっちから降りる？間違えましたわ。はい、こっちだね。ここら降りられへんの。こうか。
このルートが唯一やね、粉じ分かれるのは。あと危ないわ、これでも危ないね。おっ、だだ、なんだかやんの、石砂への立ち入り禁止。左行ったら早いんだけどね、そうなんだけど、はい、ありがとうございました。全然わからんね、これじゃ。はい、東乗鞍古墳でございました。ありがとうございました。